どうもこんにちは、こうきです。今日も動画を見てくださってありがとうございます。今日は久々に MacBook の話をしていこうかなと思っております。で、僕の MacBook 歴は最初使ったのが MacBook の11インチだったかな、あのリンゴマークが光る頃から使っていて、それから約8年間ぐらいかな、ずっと Mac を使っております。なんで今こういう話をしたかというと、最近、友人からある質問を受けまして、なんでこうきは Windows じゃなくてずっと Mac を使い続けてるのっていう質問を受けました。考えてみれば、僕も、少しだけかな、一時期、高校1年生の時に、少しだけ Windows を使っていたことがあったんですけど、まあすぐ Mac に戻ってしまったっていう過去もあります。確かに Windows の方が機能性があって、しかもコスパもいいし種類もあるし、なんで選ばないのっていう方は多いかと思います。なんですけど、僕はやっぱり最終的に Mac に落ち着いてしまいます。ここでなんで自分は Mac をずっと選び続けてるんだろうっていうことを最近、自分なりに、皆さんに話せるようにちょっと考えてみまして、その理由が5つかな、5つあったので、今回の動画で紹介していきたいなと思っております。 Mac を日頃から愛用している方は共感してもらえたら嬉しいですし、 Windows を買うか今 Mac を買うか迷っている方はこれを参考にして選んでいただけたら嬉しいです。それでは早速今回も始めていきましょう。はい、それでは早速始めていこうと思います。僕が Mac を選んでいる理由のまず1つ目は AirDrop です。 AirDrop っていうのは無線を使ってデバイス同士が通信できる機能になっております。まあ、この AirDrop っていう機能は最近皆さんよく使ってる機能なんじゃないかなと個人的には思っています。この AirDrop めちゃくちゃ便利ですよね。別に、メールアドレスだったり電話番号を交換しなくても、近くの人に大量にデータを高速で送れることができるので、本当に便利だなって感じます。例えばミーティングの場ですと、そのデータちょっと共有してもらえないっていう時でも簡単にスピーディーに情報共有ができて、本当に素晴らしいなって日頃から感じております。この AirDrop っていう機能はやっぱり Mac か Apple 同士のデバイスじゃないとできないことでもあるので、やっぱりこれは Mac を選ぶ理由の一つに僕はなっております。はい、続いて2つ目の理由は動作の安定性です。まあ、レスポンスの速さですね。いかにこの Mac を普段から愛用していてフリーズしないか落ちないかっていうところにあります。高校生の時にそれこそ Windows を使用していた時にすぐ固まったり落ちたりしていたので、本当にストレスをものすごく感じていました。けどこれまでこの MacBook を使用していて、フリーズしたとか完璧に落ちたみたいな経験っていうのは1回あるかな、ないあるかないかっていうくらい本当に落ちないですし、フリーズしないです。特にこの M1 チップ搭載の MacBook Air にしてからは本当にサクサクすぎて、こんなサクサクに使えるののサクサク感を感じてしまうと、この Mac からは抜け出せないかなって思っております。それに加えてソフトウェアとの連携性っていうのも長けていると個人的には思っています。特に Adobe 関連ですね。 Adobe 関連のアプリケーション、 Photoshop とか Illustrator とか Premiere Pro とかの連携性の良さは本当にものすごくいいなって感じますし、 Mac と Adobe は非常に相性が良くて、しっかりチューニングやディストリビューションもできているので、これも Mac にこだわる理由の一つに僕はなっております。続いて3つ目の点はトラックパッドです。この点に関しては共感してもらえる点かなと思います。 MacBook にはこの下のところにトラックパッド、マウスの代わりにトラックパッドがついております。このトラックパッドの操作感が本当に非常に良くて、狙ったところにカーソルを動かすことができるし、本当にストレスフリーで作業ができるっていう点で、このトラックパッドも、理由の一つとして選ばせていただきました。このトラックパッドの操作感というのはやっぱり他の PC では体感できない MacBook の強みでもあるかなって思っております。それに加えてこのトラックパッドは多種多様なタッチにも対応しているので非常に使いやすいです。僕の場合だとこの後ろの iMac ですね、この iMac を使う時でもトラックパッドは必ず利用しております。これによって いつでもこの操作感で仕事ができるので、このトラックパッドが大事な理由の一つにもなっております。続いて4つ目ですね。4つ目は、周辺機器の充実性ですね。この MacBook シリーズ、まあ、Pro とか Air、 そして MacBook Pro の16インチっていうのは2年に1回ぐらいかなモデルチェンジをするんですけど、全体のモデル数としては本当に多くはないです。逆に Windows ですと毎年新しい商品が出ますし、それもめちゃくちゃ種類多いですよね。 MacBook のモデル数も少ないし、 MacBook のシェア率っていうのも多いってなると、やっぱりアクセサリーの充実性っていうのは出しやすい状況にあるんじゃないかなって思っております。まあ、一応、まあ、なんだかんだ言ってやっぱり Mac に対応しておけば必ず手にしてもらえる確率っていうのは高くなると思ってますし、充実性に関しても選び放題のやっぱマーケットになっていると思うので、消費者側からすれば非常にいいですよね。そして最後5つ目ですね。5つ目はデザイン性ですね。最近だとこの MacBook のデザインに関してはもう当たり前になっているので、なんかデザイン性に触れられる部分ってなかなかないと思うんですけど、改めて触れてみると MacBook のデザインにもやっぱりいろいろ考えられているなって使っていて感じます。特にシンプルイズベストっていう言葉が一番当てはまるデザインじゃないかなって個人的には思っています。まあね、ほんと MacBook をデザイン性で選んでますとかっていうと僕の友達からはミーハーだなとか、ちょっとにわかなんじゃないみたいなことも言われることが多々あります。逆に僕はそれでいいと思ってます。かっこいいからこの MacBook を使いたい、それでいいじゃないですか逆に正当性あると思いませんか。この MacBook を使っていてモチベーションが上がって仕事の生産性も上がるってなると、僕は理にかなってると思ってます。話をするときは必ずこの話題を出すんですけど、服選びですね。服選びも同じだと思うんですよ。
かっこいいから着たい、かわいいから着たい、それでいいじゃないですか。このデザイン性が好きだから MacBook を選ぶ、この MacBook を使ってる自分の姿がめちゃくちゃ理想だから使う、それで僕はいいと思ってます。なので僕はこの MacBook を選ぶ理由としてデザイン性も選ばせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。紹介した5つが僕が MacBook を選んでる理由になります。共感してもらえる部分とかはありましたでしょうか。もしね、これから大学生活始まって PC を何選んでいいか迷ってますっていう方だったり、Mac を買おうか Windows を買おうか迷ってる方に、この話題が刺されば、少しでも刺さればいいなと思っております。特にね、僕が使ってる今この M1 チップ搭載の MacBook Air ですね、 Air は非常におすすめです。コスパが良くてパフォーマンス性もめちゃくちゃいい、本当に素晴らしい一台になっております。もしもっと詳細に知りたいという方がいれば、こちらの動画を見ていただけたら嬉しいです。こちらの動画ではこの M1 チップ搭載の MacBook Air の僕なりの最終結論というのを喋っておりますので、もしもうちょっと詳しく知りたいという方がいれば見ていただけたら幸いです。はい、こんな感じで今日もお送りさせていただきました。この動画後期オリジナリーでは、普段からこういった Apple 関連の情報を中心に生活を少しでも楽にするようなアプリの紹介だったり、ものの紹介というものもしておりますので、もし参考になったら高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、今日も最後まで動画を見てくださって本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。こうきでした。バイバイ。